アグネススメドレーはアメリカ合衆国の女性ジャーナリスト、中国大陸の近代事情、特に中国共産党に関する著作で知られる。第一次世界大戦においては、インドの英国による植民地支配からの独立運動の活動家として、ドイツ政府からの経済援助を受けながら、アメリカ国内で活動し、世界革命論を促進するコミンテルンのためにともに、 長期間活動していた。女性の人権に始まり、英領インド独立運動、否認、中国大陸における共産主義革命に至る様々なテーマについて関心を有していた。スメドレーは合計8冊の著作を成している。これ以外にもアジア、ニューリパブリック、ネーション、防具、ライフなどの雑誌に記事を投稿している。スメドレーに関するウェブサイトによると、 子供の頃に味わった貧しさが彼女を女性、子供、農民など抑圧された者の,の代弁者へと借り立てたとある。二人目の夫であったバイレンド・ラナス・チャータ・バデヤや、スメドレーと信仰も深く、ソビエト連邦のスパイの一人でもあったリヒャル・トゾルゲを記念する東ドイツの郵便規て、1930年代、スメドレーと総レー。 北京市八宝山革命墓地にあるアグネススメドレーの破壊士。スメドレーは1892年にアメリカ合衆国ミズーリ州のオスグッドで農家の5人兄弟の一人として生まれた。10歳の頃に一家でコロラド州へ移住し、学校へと通いながら家計を助けるために働いていた。彼女は正規の教育を受ける機会はなかったが、学習に対する興味は失わなかった。 1911年から1912年にかけて、スメドレーはアリゾナ州天比の市範学校で特待生として就学した。学内では学生新聞の編集といった課外活動もしていた。その後、スメドレーはアーネスト・ブラディンと結婚し、カリフォルニア州へと移住した。この地で社会主義の思想に触れた彼女は6年後に離婚するとニューヨークへと向かった。 ニューヨークではマーガレット・サンガーと共にバース・コントロールレビュー誌で働いている。インド人の共産主義者、ボレンド・ラナーとチャット・パディアと関係を深めると彼と共にドイツへ渡った。1929年には初の自伝を書き上げている。チャット・パディアと別れたスメドレーは次なる興味の目標を中国大陸へと定め中華民国の上海へ向かった。上海では ソビエト連邦のスパイであったゾルゲと親密に進行し、ゾルゲ事件の日本での判決では、ゾルゲに、尾崎秀美を紹介したとされた。ただし、実際に当時、朝日新聞記者であった尾崎をゾルゲに紹介したのは、アメリカ共産党員で当時上海にあった、太平洋労働組合初期局に派遣されていた、鬼頭義道であった。尾崎は、スメドレーの著作の日本語翻訳もしていた。 このような経緯からマッカーサーの部下であったチャールズ・ウィロビーはスメドレーをソ連のスパイであると主張していた。ウィロビーの主張が公然化するのは第二次世界大戦後のことであるが、1930年代の時点においてイギリスの情報機関は共産主義者と頻繁に接触するジャーナリストとしてスメドレーを監視し、1933年5月に イギリス警察が13人の名前を挙げて作成した上海におけるソ連スパイリストにはスメドレーの名前が記されている。スメドレーは1930年代に始まった国境内戦と日中戦争の取材を行い記事をフランクフルター・アルゲマイネツ・アイトングやマンチェスター・ガーディアン紙などへ投稿した中国共産党参加の八祖寺軍へ密着した 取材などで詳細なレポートを表している。1937年には戦場の第一線の取材を離れ、医薬品の供給や総括記事の執筆などを1938年から1941年にかけては国民党と共産党双方の上層部の取材を行っている。このような勢力的な活動は中国大陸での戦争を取材する。 外国人記者としては飛び抜けたものであった。その後アメリカに戻り、第二次世界大戦及び国境内戦における中国共産党への援助に関する活動に従事している。この関数冊の著作を執筆した。印税は全額社会のために使い、友人の家に曲がりするような質素な生活を送っていた。戦後1947年になり、 東西両陣営の間の冷戦が深まる中で、彼女はスパイの容疑をかけられた。1949年2月10日、アメリカ陸軍省は、ウィロビーの調査と主張に基づくゾルゲ事件の報告書、ウィロビー報告を発表し、この中でスメドレーをゾルゲの協力者、ソ連のスパイとした。これに対してスメドレーは即座に抗議し、ウィロビーの上司にあたるマッカーサーへの名誉毀損訴訟も、 自賛ないという声明を発表一週間後に陸軍省は広報部員の手違いとし2月27日にケネス・クレーボーン・ロイヤル陸軍長官により報告書は撤回された。面目を潰された形のウィロビーはエージェントとした河合敵基地の情報なども用いて1952年に改めてゾルゲ事件の報告書を作成することになる。 その後国民党軍は敗北して台湾島に戦都市1949年10月1日には国境内戦に勝利した中国共産党によって中華人民共和国が設立されたその翌年の1950年に海軍比米活動委員会からスメドレーに召喚状が発せられたが彼女はその日にと英してロンドンに飛びその晩休止したスメドレーの死の2年後 1952年に FBI は彼女に関する捜査を打ち切っている。遺骨は北京の墓地へ埋葬された。彼女が死去して41年後のソビエト連邦の崩壊後にロシア現代史文書保存研究センターによって公開されたアメリカ共産党とコミンテルンの関係機密文書によってスメドレーがコミンテルンから資金援助を受けて 欧米向けの対外宣伝活動に従事していたことが判明した。1935年頃、ボイス・オブ・チャイナが身を創刊し、アメリカ共産党書記長のアール・ブラウダーはその新聞編集の助手として、自分の秘書のグレース・グラニッチとその夫、マニー・グラニッチを派遣した。ブラウダーは1935年にコミンテルン書記長ゲオルギ・ディミトロフに宛てた書簡で、 危機系が熟知しておくべき問題の一つに、スメドレーから要請された中国における、反帝国主義の英二氏の相関資金援助を挙げている。これが、ボイスオブチャイナとして実現したが、マッキンノン夫妻の評伝、アグネス・スメドレー園の生涯によると、この新聞刊行は、総敬礼との関係を悪化させたという。ありがとうございます。